仙台はいいところですよね。本当に来て6年ぶりかな。すごいいいところ、寒いけどすごくいいところで、昨日美味しいご飯食べれたし、花壇自動車大学校にも行ったし、いい車もいっぱい見て、街をでもね、観光する時間があまりなく、リノさん、はい、リノさん、すげー、はい、リノさん、リノさん、ピンクじゃないですか。おこれ、ジャンクションプロデュースショーのセドリックじゃないですか。わお、クラウン、すごいかっこいいシャクタンの、わー、すげー車、よかった仙台で、もう車見れないのかなと思ったんだけど、かっこいい、うわー、このビート、ビートアメリカで今大人気なんだけど、まあ、この仕様のビートはアメリカにないよね、ニノさん。いやいやいや、見てください、超シャク、それとこのセドリック、かっこいいよ、超リップスタイルじゃないこれは。そうですね。あ、これはこんな、あとこのコラウンのフィールの、こニノさん、はい、いつも言うこれ、これ、わー、ね、来てますね、来てますね、すごい車があって、ちょっとオーナーさんたちなのかな、ここにちょっと怖そうですね。ちょっと怖そうですね。これ声かけようか。行きますか。かけてみる。はい。ちょっとこう、はい、車見せてもらっていいのかな。はい、勝手にね、撮る前に。すみません。こんにちは。こんにちは。すみません。アメリカから来たものなんですけど、はい、こちらの車のオーナーさん。あ、はい、そうですね。かっこいい車ですよね。ありがとうございます。あの車のユーチューバー。あれ？あれ？一人あれ、あの方ちょっと、いや、ちょっと見たことあるんじゃない、マスク、なんか どっかで見たことある人に見えるけど、仙台でこの体型のって、もしかして荒野だ、あれ荒野さん、荒野久しぶり、ほら、何年ぶりですか。4、5年ぶりの荒野さんだよ。クラウンとベンズとホールの荒野さんだよ。久しぶり、荒野、うわーすごい、俺、荒野の車、いや、あの、仲間たちのこの、はい、そうなんですか。そうなんですよ。だ、こういう偶然なことあるんだよね、俺のは。いつもどこにいてもすごいな、ね、仙台の結構大きな街のたまたま偶然にこういう、うん、すごいよな、いやいや、タイミング、はこういうのはね、タイミングはすごい、はい、こういう友達、友達です。俺はね、今日もう帰っちゃうんだよ、あのアメリカに、うん、この後新幹線乗って帰るんだけど、はい、あの車見ていいですか。あ、全然全然全然いいよね。いいですか。めっちゃ車好きなんで、今はこれちょっと行く見て よりも二のあまり時間がないんだよね。そうですね。で、観光できてないし、はい、で今偶然に車発見したということは、はい、荒野だからこそ聞いていいですか。どうぞ。観光はできてないんで。歩くよりも寒いからか軽くこれちょっと仙台のこの辺でドライブしながら、はいはい、っていうの可能なんですか、友達。あ、全然全然大丈夫です。全然大丈夫です。やったー。うー、すんごい音するビートじゃないですか。あれ、ターボ、みんな、ターボの音のフーっていう音が聞こえたから、ターボじゃない？うわー、キムとあのトーマスがみんなもうびっくりするんじゃない？サムズアップだよ。はい、お、あれハンドルはないですよね。失礼します。わー、すこの、おお、乗れますね。おお、ずいぶんおっさんだから、こう、うわ、かっこいいよね。すみません、いきなりお名前は何ですか。あ、カズです。カズさん、はい、これホンダビートですよね。そうですね。すごい流行りですよね、アメリカでも。アメリカでは流行ってますよ、はい、友達のキムさん、そしてトマスさん、ジョシュさんも乗ってますよ。うわー、これでもこの仕様じゃないですよね、みんな乗ってるのは。これは日本で初めてベアスにしたビートです、はい、すごい、初めて初めて。これは飾りでしょうか。いや、本当に吹きます、ね。じゃあよろしくお願いします。カズ、はい、さん、はいはい、すごいビートですよね。
これに自分で作った車ですか？全部そうですね。自分で、はい、はい、長く所有している車ですか？うん、8年くらいなのかな。8年。これは内装、まあ、相当エンジンもなんか気になる音がするんだけど。ターボです。ターボ、はい、わー、いいね。わー、これ見て多分アメリカの友達みんな興奮すると思います。これがすごいビートですね。わー、色も全部塗り直して。塗り直しですね。最初赤だったんです。あ、赤の。赤から、はい、もうやれてたんで白にオールペンして、エアサス組んで、エアサス、うん、BBS ホイールですか？です、ピンクはなかなかいい組み合わせですよ。かっこいい、めっちゃいいです。この音するビートはないですね、アメリカに。いいね、これ安田す。かっこいい。これ毎日乗るんですか、この車？いや、たまにですね。たまに、うん、やんでもこういういい天気だと乗りたくなるんで、ですよね。今日、はい、寒いけど晴れてるからこれいいんですよね。その音が最高。いいね、最高。いい音と、マフラーもなんか変えてるんですか？マフラーは自分で作りました。車屋さんですか？車屋です。そう、車屋っていうか板金屋です。板金屋、はい、いいね。おー、いい音。レイヤーこの3台がトンネルに入っていいね。かっこいい。このトンネル覚えてますよ。前に、今夜と夜にこれ撮ったんですよね。クラウンで。最高。
います。せっかくだから、後の2台に乗れたらいいかなと思うんだけど、いいですか？広い方いいんじゃないですか？いやいや、これもいいんだけど、ちょっと広い方のビップも乗りたいなと思いますので。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。次はこれですね。かっこいい。このマフラーが最高。よろしくお願いします。乗っていいですか？これな、バードアスターとともあきスペシャル、ともあきさん、よろしくお願いします。わ、すごいよ、これ見て、かっこいい。失礼します。はい、これいいよね、やっぱり綺麗に乗りますよね、みんな。これはクラウンですよね。これクラウンです。クラウン、年式的には、モデル的にはこれ何クラウンになるんですか？1号クラウンですね。平成10年。平成10年は1号クラウン。はい。はい、ビップか、バリバリビップ仕様。そうですね。なるほど、かっこいいよ。わ、こういうところまで。そうですね。またいろいろやって。はい。ちょっと汚いんです。剥がれちゃったんですか？いやー、いいですよ、なかなか。ぜひ、マフラーも結構気に入っているんだけど、はいはい、あれも何かの、マフラーはドレスアップキングっていう昔あったメーカーのマフラーをつけてます。かっこいいです。音も最高です。じゃあよろしくお願いします。観光続きましょう。はい、わお、シートベルトを着用してください。スペシャルかっこいい、自分の名前で。これもスティーブスペシャル作ろうか。
ですね。普通歩いてバスの看護もあるんだけど、はい、スティーブ・テクシテンのスタイルはこれなの。そうですね。雪の山見えた？見えました、見えました。めちゃくちゃかっこいいと思います。本当に乗せてくれてありがとう。いえいえ、これほど楽しい観光はもう久しぶりにやったんですよね。できて嬉しいですよ。ありがとうございます。また仙台に来るので、はいはい、またその時にまたぜひ乗せてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ地の最後の車に乗りたいと思います。はい、よろしくお願いします。乗っていいですか？前にいいですか？すみません、失礼します。失礼します。靴はこのままでいいですか？どうぞ。新しい靴なんだけ ど汚くないのこの中に乗せた方がいいですか？大丈夫ですか？そのままでいいです。はい、ありがとうございます。パチンと OK。 かっこよ。これフサとなんていうんでしたっけ？砂です。砂、あ、これ砂とフッサ。やっぱりジャンクションプロデュース、 VIP になるとジャンクションプロデュースですよね。そうですね。あ、こういう竹富社長は知ってますよ。友達前サインか、はい、お、本人だ。竹富のサイン。はい、なるほど。 VIP は JP ジャパンですよね。はい、わお、これもかっこいい。小屋さん、いい友達いっぱいいるんですよね。なんかありがたいことに、ありがたい。今日また偶然に会えて、最初の辰巳のことを思い出すんだよね。ああ、かっこいい車見かけてちょっと声かけさせてもらったらね、あの小屋君との付き合いがもう8年う、ね、9年前のことなんですよね。あのフライデーまだ持ってますか？まだ持ってますか？まだ現役ですか、あのフライデーが。いや、でもかっこいい友達ともういますね、小屋に。うん、すいません、お名前は何でしたっけ？あ、故障って言います。こ、あ、故障ですよね。はい、で、か、彼女ですか？はい。え、何ちゃんですか？あやちゃん。あやちゃん、おー、いや、綺麗な名前ですよ。もう日本人の女性の名前の中ではあやがトップクラスの名前だと思います。いいね。ありがとうございます。で、YouTube もやってるんですか？やってます。なんていうチャンネルですか？バダスターって言います。バダスター。やっぱりこの VIP 系の車とか。そうですね、あの東北のカスタムカーを中心に、愛車紹介だったりとか、はい、なんかこう自分の DIY だったりとかを載せたりしてますね。はい、なるほど。これ、この車のいじりは自分でやってるんですか？ほとんど自分でやってます。こういう中までは完全に変えられてますよね、いろいろと。そうですね。はい、オレンジのヘッドライナーに、この辺も完全にカスタムですよね。そうですね。ここにあのタブレットが入るようになって。ああ、ま、これからですか？そうですね。入れて、はい、ちょっとあの機種が変わっちゃって今入ってますよ。ここにタブレットが入って、はい、
カバーできるようにかっこいいよ。でこのステレオをこの中に入れて、そうですね、配送して。これはもともとあった このところ、これはBGグラフィックで、あの純正にない色の木目になってます。はあ、やっぱりこういうあの、はい、観光するならこういうスタイルだよね。やっぱそうですね、うん、観光バスに悪いけどこれはもうこのスタイルなの最高、楽しい。本当最後の最後のノーヒーでこれがね、楽しいことできて嬉しいです。そうですね、会えて嬉しいです。たまたまね、たまたまです。それで友達、新しい友達もできて最高ですね。チャンネルの方頑張ってくださいね。 ありがとうございます、はい、チャンネル登録してあげてね。こういう車に興味のある方ならあのいろいろもう東北、これもう仙台っていうか東北スタイルっていうなんかもうあるのかな、ビップになると。あ、東北って言ったらシンプルなんですけど、はい、自分は東北の中では、うん、ちょっとそっちとはちょっと違う、ちょっと派手なのが。サングラスから行くと随分派手もうシンプルじゃないんですよね。目立ちたいんでかっこいい。いいよね。いいのは今日はホンダ1台、あの日産は1台、クラウン、トヨタは1台。なんかいいよね。こういうスタイルが一番いいよ。バランスがいい。軽自動車、ね、ドビップ車はね、みんな、まあ俺のスタイルはこういうスタイルだよね。車は関係ないんだよね。何のビップしか一緒にね、走らないとか。これしか一緒に走るじゃなくて、友達同士で車は関係なく車種は関係なくお互いにリスペクトしていくのはこれはかっこいいと思う。ヒロダー、はい、仙台観光は最高だよ。最高ですよ。今日は良かったです。最後本当にアメリカに帰る直前にこういう感じでまた会えて、はい、なんか縁があるんだよね。そうですね、うん、すごくある。なんか合いますよね。なんか合うね。大好きな小屋くんだよね本当に。で友達もすごいいい人ばっかりで、あのやっぱりいい人にいい人がなんかつくっていう。ありがとうございます。とにかく車好きの中ではいい人が多いといつも思うアメリカだろうが日本だろうが車で、でちょっと多少やばく見えてもね、あのいい人はいいんだよね。ちょっと怖い感じもするかもしれない。めちゃくちゃ優しい、これほど優しいお兄さんがいないって日本にはね俺と思う。会えて嬉しい。
皆さん本当にこれほどの楽しい観光が本当に久しぶりにできて超嬉しいです。これでも笑顔でサムズアップでアメリカに帰国できる。今回の日本の旅がすごい楽しかった。最後に仙台でこれ楽しくできて、まあ本当もさ何も言葉ありません。これ以上はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてスティーブテキステンのチャンネル登録と何より日々前進前向きにいつもサムズアップ的にやっていきましょうね。よろしくお願いします。